やばいハーモニカ。はい、皆さんこんにちは。ヤバイハーモニカチャンネルのコリーです。今日はですね、演奏ではないんですけども、カスタムハーモニカをね作ってみたいかなと思います。カスタムハーモニカっていうのはどういうハーモニカかというと、ある特定のリードをですね、普通にある売ってるものとは違う音に変えるもんですね。例えば、楽譜上変な風に臨時譜が出てきたりとか、いう時にですね、とかあと僕の場合はたまにやるのがですね、そのベンドでロングトーンを出さなきゃいけない時、綺麗な曲の中でベンドでロングトーンを出さなきゃいけない時とか、そういう時にはどうしても音が濁りがちじゃないですか。ベンドの音がロングトーンで出したとしてもね、そうすると、どうしても曲の雰囲気が壊れてしまうという時には、ある特定の音を、普通にベンドしないで出せるような状態に持ってったりとか、っていう作り方をするんですけども、今回の場合にはですね、僕のね、知り合いの方からですね、娘さんが結婚式をするということで、その新婦さんのお父様から相談を受けたんですけども、結婚式でね、新郎新婦様へ中島みゆきさんの糸をね、演奏で送ってあげたいということだったんですよ。で、演奏で送ってあげたいということだったんですけども、ハーモニカを一回もいじったことがない、そして期間が3ヶ月しかない、そんな中で、できますかねっていう、やれますかねっていう、まあ相談だったんですね。で、まあどうせならね、ちゃんとした演奏をきちんとやっていただきたいじゃないですか。で、できる限り無駄を省いて演奏、メロディーの演奏のみに集中してもらいたい。まあそれが一番、まあいい方法かなと思いまして、まあとにかくハーモニカをいじったことない人がテンホールズハーモニカで演奏する場合に一番問題となるのはやっぱりベンドですよね。ベンドで、中島みゆきさんの糸には、一箇所だけこの、まあ普通にベンドできる人なら美味しいとこなんですけども、一番美味しい部分なんですけども、ベンドをなんてね、やったことない人にしてみれば、ここは結構な難所だと思うんですね。ベンドするだけでも大変なのに、1音という途中のね、部分で止めなければならないっていう、その音程を作らなければならないベンドっていうのは、やっぱりちょっと難しいと思うんですよね。なので、今回、このハーモニカ、テンホールズハーモニカをスペシャルチューニングして、ベンドなく中島みゆきさんの糸が吹けるような設定にしていこうかと思います。で、じゃあどんな設定をするかというと、一応ここ書いておいたんですけど、先ほどね、ちょっと B フラットの、見えますかね、B フラットの、ハーモニカを使いましたけども、曲の中で必ず、いろんな位置で、ポジションで吹けるんですけど、どうしてもオーバーブローを使わなきゃならなかったりとか、あと、こうね、ブローベンドで音を作らなきゃいけなかったりとか、なかなかうまくいかないですね。どうしてもやっぱり一番いい部分で演奏するには、この3番穴の1音ベンドっていうのが必ず出てきてしまうんですね。この曲をやるのに。で、全くの初心者の方にこの1音ベンドをしてもらうっていうのは、期間3ヶ月はちょっと難しいっていうか、無駄な時間を使いすぎちゃいますよね。なので、今回はですね、ここに F がありますよね。F。この3番の吹き音 F ですね。3番の吹き音はもちろんテンホールズを吹く方はよくわかると思うんですけども、2番の水音と同じ音ですよね。なのでここのリードを、G のリードに G の音にしてしまうっていうね、スペシャルチューニングをちょっと作ってみようかなと思います。題して、中島みゆきさん糸スペシャルでございますということでね、じゃあどんな方法があるかというとね、こちら見てわかるかなと思うんですけども、まあ、3番のね、穴吹き音ですけども、2通り方法があると思うんですよね。まずは調律で、1音、ABCDEFG 1音上げてしまうということですね。1音上げてしまう、調律で1音上げてしまうか、もしくは移植ですね。同じ3番穴で G という音を持ってるハーモニカのリードを1枚だけそこに
移植して埋め込んでしまうか、その二通り方法があるんですよね。で今回は、この移植の方法をね、サクッとやってみたいかなと思います。で、まあ詳しいこと言っちゃうと、まあこの F のハーモニカを F のリードを G に変えるわけなんで、ここにありますけども、その3番穴で G の音を持っているハーモニカっていうのは C のメジャー、 C メジャーの10ホールズハーモニカであれば、同じハーモニカであれば、3番穴の吹き音のリードを外して B フラットのハーモニカの3番穴の吹き音に埋め込む。そうすると F の、今まで F だったリードが G に変わるということですね。これが、今回やってみようかなと思う、スペシャルチューンですね。で、まあちょっとね、音がずれてるようなら、まあ調律かけていきますけども、とりあえず大きなね、変更というのはこの部分ですね。F を G に変える。ね、そんなスペシャルチューニングを一箇所だけやってみようかと思います。じゃあ早速ね、ちょっとやっていこうかなと思いますよと。これね、まあこのようにこう B フラット、B フラット、B フラットのね、ハーモニカです。これをね、3番穴を音を変えていこうかと思いますけども、まあもちろんね、頼まれたやつなので、渡す時にはね新品で渡しますけども、とりあえず可能かどうかね、僕の手元にあるねハーモニカで試してみようかなと、移植は可能かどうかね、試してみようかなと思います。ということで、こんな感じでね、出てきましたリードはね。で、ちょっとね、全部リード外していきます。リードプレート外していきます。硬いね。あ、今回ね、使ってるハーモニカが、トンボさんのね、メジャーボーイです。よいしょ。メジャーボーイはね、比較的初心者の方にもね、演奏しやすいハーモニカですね。さあ、このやつね、外しました。で、使わない部分はね、ちゃんとしまって、外しましたね、このリード。で、こうなって、吹き音側、これですね、この3番の吹き音って、ここですね、ここですね。ちょっとね、音をちゃんと調べてみようかなと思います。で、ちょっとね、在庫の中から探しときました。これ C のね、ハーモニカのリードプレート、いらなくなったやつですね。どっちが、同じ3番穴がですね G になってるはずなんですよね。ちょっと調べてみましょうか。3番ですね。3番を他 ね鳴らしたくないので3番のみにしちゃいます。はい、ということでね、こうやることで一応ね、3番の穴だけ出てますんで、ということでね、これ C のリードですね。3番穴が G の音が鳴ってますね。見えますかね。で、これプレート鳴らすときに、見えますかね。こう口でね、吸ってあげる。別にはめなくても、音鳴りますんで、これで調べてやると。そうすると G が鳴ってます。で、B フラットの方が、ね、ここ F 鳴ってますね。ね、この F のリードを外して G のリードに入れ替えるということですね。2、3番。しっかりちょっとね、テープで止めて、
もう一回ちゃんと確認しておきましょうね。これ間違うと大変なんで。ね、F が鳴ってます。B フラットのリードプレートの3番吹き音ですね。3番吹き音。F が鳴ってます。で、こちらは C のリードプレートですね。C のリードプレートの3番穴吹き音ですね。こちら G が鳴ってます。ね、G が鳴ってますということで、これを移植していこうかと思います。まずね、移植に際して必要なのがこういうね、台座ですね、台座。これは僕ね、コームをそのまま使ってますけども、台座を置いて、ポッと貼れますと。ね、はめると、まあハーモニカによってね、全部違うんですけど、トンボさんのね、メジャーボーイの場合には、リベットで、見えますかね、リベットで、よいしょ。こちらですね、リベットで止まってますんで、このリベットはね、よいしょ、見るとわかるんですけど、こちらボコってこう出てますよね、ボコって出てますよね。この出てる方じゃなくて、普通に平らな方からリードを打ち抜いてあげますね。ここをしっかりこのリベットを打ち抜いてあげます。まず C のね、リードから。次にこのリベットのところに、ちょっとアップリしましょうか。じゃあ、ここ、リベットを打ち抜いてあげます。これ、とんがったね、見えますかね。こんな感じ。とんがったやつですね。こんな感じの。とんがったやつで、やれば、抜けます。じゃあ抜いていっちゃいますね。しっかり合わせて、これで外れました。これ外れたやつですね。外したやつ抜いて、でこちらの B フラットの3番目の穴を外しています。で、見えますか。これが F のリードですね。F のリード。さあ、そしたらですね、今度この外した C から外した G のリードをつけてみます。つける場合は、先ほど外したこのね、リベットをそのまま当ててやると、まず穴に当ててあげますね。こんな感じで当ててあげます。ほぼほぼね、入りますんで。大体の位置合わせてあげて、あとはね、しっかり、この、ペンチなりでカチッとね、入るまでしっかり潰してあげます。入りましたね。よくね、このここちゃんと入ったかどうかっていうのはね、ここですね、ちゃんと入ったかどうかっていうのは、これ電気にかざしてみると、この周りの隙間がね、綺麗に見えます。綺麗に見えてたらしっかり中心に入ってるということなんで、ちょっと見てみます。ちょっと曲がってますね。この位置でここしっかり入りました。中島みゆきさんの糸というのをね、糸という曲をベンドなしで
演奏できるハーモニカというのをね、カスタム化してみましたということで、もしねカスタム化に興味ある方いらっしゃいましたらぜひね、参考になさってみてください。お立ち寄りいただきましてありがとうございます。ヤバイハーモニカチャンネルのコリーです。次のおすすめ動画はこちら、そしてチャンネル登録はこちらになります。ぜひよろしくお願いいたします。ヤバイハーモニカ。バイバイ。